ラスカサバイのチャンネルです。7月の25日月曜日ですね。時刻の方は15時34分です。今日暑いっすね。もうなんかこの入道雲もすごいっすね。暑いです。真夏の、ラオスバンビエンから、お送りしてます。いつものカフェです。ですね、この動画で何をねご紹介しようかなと思ってたんですけども、なかなかね相変わらずのネタ切れで、とりあえず相も変わらずね、ニュースのねご紹介なんかをしてちょっとごまかそうかななんて思ってます。最近ねラオスのビエンチャンですね、首都ビエンチャン、ナコンルワンビエンチャンですね、治安がね悪化してるみたいです。先日ねニュース紹介で武器商人がね、警官隊と銃撃戦の末逮捕されたというね、ニュースをご紹介したんですけれども、またですね、新たな銃撃戦があったらしいですね。で銃撃戦の末ですね、一人のラオ人男性がですね、逮捕されたということです。でまたねこの逮捕されたね、犯人がね持ってるのがアンフェタミン、拳銃、ナイフ、あとね結構写真がね、写真が写り込んでるんですけども、なかなかのね量のねなかなかの金額のね、タイバーツと、ラオスキックですね。で拳銃に至ってはね2丁持ってますね。でまあまあそのアンフェタミン、まあこっちでいうところのねヤーバーってやつなんですけども、ヤーバーをねパッと見でね、30錠から50錠ぐらいあるんじゃないかっていうぐらいね、それぐらいの量のねヤーバーをね持ってるところを、警官隊員ですね、取り押さえられたということです。まあけどね、この銃撃戦っていうのね、まあ、ラオスもね、ちなみに結構なね、銃社会ですね。でタイも銃社会なんですけども、ラオスもね、銃社会な側面があります。まあまあね、基本的にね、ラオス人っていうのは、穏やかな国民性なんで、こういうことは前はね聞かなかったんですけども、やっぱこのね長引く不況のね影響かね、こういったあとね国外からねいろんなね外国人が入ってきてくるんで、でその辺とつるんでですね、悪さをするねラオス人もね出てきてるのかもしれません。なんかおっかないですね。次ですね、次のニュースですね、次はそうカンボジアでね、あれですね、サル痘ですか、サル痘に感染したナイジェリア人、これタイでね感染が発覚して、でその病院にね、入院措置っていうことになったのをね、逃げ出しちゃって、でカンボジアにねボーダーのね川がねボーダーになってるらしいんですけど、その川をねなんか夜ね泳いで渡ってね、カンボジアに密入国して、プノンペンでね身柄拘束されたっていうね、ナイジェリア人の男性27歳ですねが逮捕されたっていうニュースが、ね、上がってました。なんで見れたのかね、この辺謎ですね。はい、次です。次はですね、ラオスのね人口ですね。今ラオスのね人口ってね700万ちょこちょこなんですね。これがですね、確実に、子供がどんどん増えてきてるんで、2030年にはですね800万人を越してですね、810万人に達するというね見通しがあるということをね政府の保健省がね発表したということです。でボリュームゾーンですね、ボリュームゾーンは15歳から49歳なんですけども、この15歳から49歳のね、労働就労、まあ、就労年齢とね、なんすか、ここではねものすごい直球でね生殖年齢って書いてるんですけども、まあ、要は子供をね産める世代、そして働き
労働力に慣れてる世代がね、ボリュームゾーンになっているということ でこれはね、今後のね、ラオスの経済の、ね、発展にね、期待ができるんじゃないかというね、ニュースが上がってました。で、ラオス政府ですね、ラオス政府の方がですね、債務、燃料、通貨危機を解決するということでですね、為替介入するらしいです。為替介入して、まずはラオスキープの、ねマーケット価値をですね、とりあえず安定させた上でですね、燃料を、ね、どんどん輸入して、今のこの燃料危機ですね、燃料危機を、ね、解消していくというふうな、ね発表をしていますね。あとはね、ベトナムとラオスのね、二国間貿易がね、今年は 20.6% ね、増加しているということですね。うん、なんかね、燃料を中心にね、ものすごい量のね、取引がね、ラオスとベトナム間で行われているということです。うん、この間のニュースでね、ベトナムからね、密輸入した、牛肉、豚肉がね、大量の豚肉が、あれどこだったかな、サワナケイトでね、大量に処分されたっていうね、ニュースも出てましたね。なんかね、普通のね、なんか容器の中に特別生肉なのに、冷凍冷蔵を処理することもなく、常温で肉突っ込んで密輸入してたらしいんですね。でこの手の肉なんかね、割とホルマリン漬けになってることが多いらしくて、意外とね、ラオス人の中で腎臓を痛めてる人が多いんですよ。で僕のね、知人も一人ね、腎不全で亡くなったんですけれども、結局ね、その医者の見立てではですね、ホルマリン漬けになってたものを食べちゃって、それで腎臓をね、痛めちゃったんじゃないかっていう風なね、なんでホルマリンなんか食うんだよっていう風な話をしたら、ベトナムの方からね、流れてくる食料の中には、たちの悪い、まあ、要は密輸入したやつなんでしょうね。でそれをホルマリン漬けにしてるものがあるからね、なんていうね、いうことを、その、旅立った、僕の友人はですね、ボソッと言ってました。あとね、あれですね、高齢の熱暴走でですね、カメラが止まりました。なんで、なんかね、デュアル画面にしとくと、ものすごくね、発熱量多くなるんですよね。で、あんまりカメラが回せなくなるんで、ここからはですね、シングルカメラで、続けようと思います。ですね、ラオス鉄道ですね、ラオス鉄道、今ね、ビエンチャン中央駅ですね、ビエンチャン中央駅までしか通ってないんですけれども、これ、タナレーンですね、国境近くのタナレーンの駅、これはね、タイから乗り入れてきたね、タイの鉄道が乗り入れてきてるんですけども、そこのタナレーンのね、駅の敷地の隣にですね、今新しいね、新駅がね、建設中です。でこれがね、もうじきにね、オープンするということでですね、でその駅がオープンすると、事実上ですね、タイ、ラオス、中国はですね、また、レール一本のね、レールつながります。であとはね、タイの国鉄があれですね、高速化、なんかね、レールの幅が違うらしいんですけども、そのレールの幅をね、合わせて、高速鉄道に対応すればですね、ラオスの、高速じゃないというね、ご意見もね、ちょいちょいいただくんですけども、このエリアではね、一応高速扱いですね。その高速鉄道がですね、中国からタイまでつながるということですね。これはね、つながってしまえばね、旅行のスタイルはね、ずいぶん変わるんじゃないかと思います。こんなところかな。この動画はこの辺で終了いたします。ご覧いただきありがとうございました。